はいよー、マイケルおばちゃんです。年末の準備真っ最中です。さっき三つ輪に電話しましたら、今だったら数の子があると10個あると言われたので、これから行ってきます。もうなくなっちゃうかもしれないから焦ってるの遠いんですよ。なんか一生懸命運転しててなかったらめちゃくちゃ悲しいですよね。行ってきまーす。オーディで、アルディでね、買ったポンチョです。かわいいよね。10ドルぐらい。でね、ヘトヘトなんですけどね、三つ葉行って、数の子をゲットしてきました。今すぐ行くわ。無事。でも、普通のじゃなく、初めて見た明太数の子いうのがもうなんか出来上がった感じで、食べるだけ。ready to eat の状態だったので、それを買ってきました。あ、そうそう、これね、ジェイジェイ見せたかったのね。この欄っていうの？こういう宝石を見つける、掘るおもちゃ？クリスマスギフトの一つ。ずっと運転してた。すごい。全部見える？ほら、出てきた。This is gold.And this is like a crystal? Yeah. This is, I don't know what this is. This is. 全部本当綺麗にしないといけないんだよ、本当はブラシで。ほら、全部砂だから。ちょっと気になったんですけれども、皆さんはどうやって大晦日を過ごされるんでしょうか？おばちゃんはもうここずっと15年以上をずっと、紅白を紅白ってもう見ない人が多いって言うんだけど、紅白って今年やるんですか？全然そんなこと考えてなかった。まあいいや、今年の心配は後でして。例年だと紅白歌合戦を見ながら、というかかけながら、あまり見てる時間はないんだけど、おせち料理を延々作るっていうのが大晦日の過ごし方ですね。おせちはだいたい午後から取り掛かって、半日全部夜の遅くまでかかって料理します。その間家族は放置です。ちょっと気になって皆さんはどういうことをされるのかなと思っています。またお時間があるときに大晦日の過ごし方も教えてください。というわけで、皆様の年越しに合わせてちょっと短い動画を上げたいと思ってました。今年は終わりの方に近づいてからだけど、 YouTube を始めて皆様とつながれたことが本当に私にとっては大きな年でした。いつも応援していただきましてありがとうございます。来年もまたよろしくお願いいたします。いろいろとコロナに振り回されてしまった1年でしたけれども、来年は私たちがコロナをコントロールできるようにできるでしょうね。少しずつ行動範囲がまた元に戻るように祈りながら、今年の最後のご挨拶にしたいと思います。最後ちょっと笑っていただけたらと思って、ちょっとだけ私がバーチャルゲームで遊んだ時の動画がありますので、そちらもどうぞご覧ください。では皆様、良いお年を。また新年すぐ会いましょう。バイ。ママ、 walk up a little bit.